こんにちは。今日は10月の5日土曜日なんですけども、ちょっと先週のね相場を振り返りたいなと思います。かなり乱高下が激しい相場だったなと思って、めちゃくちゃ勉強になったというか、改めて大事なトレードで大事なことっていうのを考えさせられた週だったんですよね。アメリカ市場強いと思っていたんで、安値が切り上がっていっているのと、ここですよね、全戻ししてカップ&ハンドル作って、こういう展開を予想したんですよ。そしたら、このチャンネル一気に下に抜けてきた。これもしかして弱いかなと思ったんですね。たった1日でもう急反発しかも見事にですね、ここの安値も前回の安値より切り上がっていってる、はい、ここ1,2,3,4全部安値切り上がってているので、結果的に強かったっていうことですね。でもこういういやらしい動きをねしてくるんですよね、相場って。本当に、いや、改めて思いましたね。いやらしいな、もう僕も結構振り回されてしまいました今回は。で、この動きを見る限りはいよいよ3万ドルみたいな、これは流れですよね。ここ超えてきたらね、ロング狙えていきたいところではありますよね。ちょっと今から買うのはちょっと怖いですね。なんかもうちょい下でエントリーするんだったら下の方で入りたかったなっていうところなんですけど、これがダウ、そして、S&P500 はえげつないですね、これも。下ひげつけてから284ポイントから今294と、これ SPY ですね、ETF の方ですけども、これも同じ形ですよね。安値が、どんどん切り上がっていって、切り上がっていってますよね。で、上に反発で買われてると。落ちたら一気に買われる。カップ&ハンドルの、これ中にまた、こう、潜って、できてもう一段こう抜けてくると強いかなというところです。で、 S&P500 もこれ今から買うのはねちょっと上がりすぎてるんで、今からロングはちょっとなっていうところではあったんですよね。で、金曜日に相場を見てるときに雰囲気的に、あ、もうこれ下じゃないなっていうのはあったんですよ。途中からすごいロングが入り始めたし、日経の方もそうですね、ドル円がそんなに戻してなかった。106.88、一瞬107を超えましたけど、ドル円はまだ106円台で揉んでたにもかかわらず、日経の方がだいぶ上がってきたので、しかも形的にはね、これを、CME の日経と、代償の日経と FTSE、イギリスの株価指数ですね、ダウを全部これ重ねてるものなんですけど、見事にテクニカルの転換パターンが出てますよね。はい、逆ヘッド&ショルダー見事に、出てるなっていう感じですね。下ヒゲつけて、上がってもう一回下試すけど、下に行ききれず上に上がってったっていうことですね。綺麗な形してますよね。すごい、もう反転のパターンが出てるので、ドル円がそんなに戻してない中ですよね、日経の方が上に上げていくっていうのはやっぱり強いなっていうところではあります。で、 S&P のねこの戻し方を見るにしても、やっぱアメリカ市場、強い、そして日経もそっちに引っ張られてる。なので、ここからドル円どうなるか、ちょっとまだ分かんないですけど、ドル円がここから106点後半、107ぐらいを持ちこたえてまた円安の方に戻っていくと、戻していくと日経の方もう一段上ってあり得るのかなっていう感じです。で、もうちょっとねアメリカ市場、本当はねS&P500 買いたかったんですけど、為替の方が今ちょっと微妙なんで、全部あんまり動いてない。あ、ちなみにですね、金の方ももともとアメリカ市場ですね、一回下に大幅に下げて、金上目線だったんで、しかもね、このヘッド&ショルダーから下げた後に戻してきて騙しだったんで、ロングしてるんですね。 140GLD ですね、141でこの辺ですね、ロングして、でその後、順調に上行ったんですけど、上ヒゲつけて一気に落ちてきた、アメリカ市場が反転し始めたっていうのもあって、一回、利食いで逃げました。これは無事利食いはできたんですけども、含み益はねちょっと結構減っちゃったんですけど、一応これは取れたっていうことで、ただ金は、アメリカ市場がまた復活してきてるんで、ちょっと様子見っていう感じではあります。ちょっとねダウも S&P も買えなかったんで、昨日の引け間際ですね、 CME の日経を見てたんですけども、
あ、これ日経もちょっと買えないかなと思ってたんですが、ここ一回押し目作ってくれたんですよ。だから21,400円まで下がってきたから、ここでロングしました。うん、ちょっとこれ戻しがなかったらもう買えなかったかなっていう感じなんですけど、一応ここで押しを作ってくれたんで、この逆ヘッド&ショルダーのパターンですよね。こういう形ですけど転換パターン出てるんで、ロングして、まあその後21,550まで上がってったんで、まあ利は乗り始めた状態ということですよね。ここから全戻しまでいけるかどうですよね。21,000まずは800で、その後22,000ですね。ここまでいけるかどうかですよね。で、そのためにやっぱドル円がね、これ以上円高いくとちょっと厳しいかなっていうのがあるんで、そこは来週注目かなと思います。この上がってきた、日経とあとアメリカ市場が、本当にまあ強いのかどうかっていうところですね。そこはちょっと見ていかないといけないかなと思います。まあ、ここみたいにこうバンって上に戻したと思ったら、また下に落とされて、上がってまた落とされてっていうパターンもあり得るので、まだこのまま上にダーンと上がっていくかどうかちょっと分かんないということですね。ちょっとここは気をつけて見ていきたいなと思うところです。うん、まあちょっとそれがね、一応相場のまあ展望なんですけども、今回やっぱね、いろいろちょっと思うことがあって、その勝ち続けるっていうことと、その相場でその負け続けるということ、っていうのは本当紙一重だなっていうことはね、改めて思いましたね。で、僕もまだまだそのね、こういった動画をいろいろアップさせてもらってますけども、先週みたいな値動きに振り回されることもまああるんですよね。目線切り替えたらまた逆になったとかね、っていうのはまあ全然まだまだあって、振り回されることもあるっていうことなんですよね。で、やっぱね、そこでまあ、大事なのはね、その時に大事なのは、それをやっぱり自覚するっていうことがすごい重要だと思ってるんですよ。これはメンタルの話でもよくしてるんですけども、ちょっと自分の中にこう、例えばすごいお金に執着するとか、損切りが、苦痛とか、こういろんなネガティブ感情みたいなの出てくるじゃないですか。その時にそれをなかったことにしたり、蓋をしたりとか、見て見ぬふりをすると、よりそれって増長していくんですよ。じゃあまずはね、それを認めること、あ、そういうの自分の中にあるなっていうことを認める、自覚するっていうことがすごい大事なんですね。で、トレードも例えば勝ち続けるようになったとしても、まだまだ振り回されることはあるなって思っといた方がいいんですよね。で、それを自覚して、そこから少しでも抜け出す努力を常にしていくっていう感じなんですよね。その勝ち続けてるトレーダーでも 100% その大衆という枠を抜け出してる人ってそうそういないんですよ。必ずその大衆的な側面もその人は持ってますよね。なので、トレードはその 99% の人、大衆が負けて 1% の人が残りの利益を全部持っていくって言ってますけど、その 1% の方に行った人も時には 99% に戻っちゃうこともあるんですよ。たまにその目の前の値動きにちょっと振り回されてとか、逆行されてとか、その読みが外れるとかっていうのは全然、まあ、あることなんですよね。でもその時に危険なのは、そもそも自分がその大衆的側面を持ってるっていう自覚がないっていうことが一番まずいんですよ。要するに無知の知ですよね。自分はまだまだ振り回されることがある、まだまだ、まあ、魂に会うこともあるとかっていうのがないと、これ結構やばくて、その自分はもう絶対大丈夫だっていうふうに思ってると、逆にそれがその盲点を生んで、どこかのタイミングで相場からとことん搾取されるか、大事なそのタイミングで全てを持ってかれるんですよ。俺は絶対正しいと思ってると、本当に一番危ない局面で逃げられないとかね。で、そこで全ての利益を持ってかれるっていうことが起こるのが相場の世界なんですよ。だから勝率 99% の人も、残りの 1% で全て失う人っているんですね。特にオプションの世界とかって多いんですよ、そういう人って。だからコツ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 買ってたのを、1回の負けで全て、運用資金も含めて失うというのがこの世界ですよね。だからその無知の知がない、あ、もう自分は絶対大丈夫だ、もう自分はなんかヘマこくことはないって思ってることが実は危ないっていうことですね。なので、どういう意識が重要かっていうと、自分は常にそういう大衆的側面はある、大衆心理に感応してしまうこともあるけど、でもその 99% から常に抜け出す意思を持つことですね。だから常にその 1% の側に居続けるっていうのは至難の業っていうことなんですよ。だからその 1% の側に行くのか 99% のままでいるのかみたいな二元論ではなくって、常にその意識し続けるっていうことですね。
意識し続けてそこ 99% が抜け出すという意識を持ち続けつつ、かつ振り回されてしまった時は仕切り直す、そういうあり方が一番大事なんですよ。だから僕もそのね、今週とか先週は結構振り回されましたけども、ポジションも結構ね土転したりとか、まあそれはまあ運よくね、両方リグになったりとかもあったし、今回まあダウとね S&P は買いそびれましたけどね、正直買いそびれたし、天井からのその下げも取れなかったですね。今回はダックスに関しても取れなかったです。うん、でダックス、あ、ちなみにそうそう、ダックスの話忘れてたんですけど、ダックス弱いですね。ちょっと今出てないですけど、今、S&P とかダウとか日経戻してきてますけど、ダックスはまだまだ戻しが弱いです。だから相対的に弱いので買えるような状況ではないかなと思います。様子見ですね。ただ売る感じでもないので触らないという感じです。はい、でいうふうにちょっとダックスもちょっとね、下げ取れなかったっていうのも、まあ、あるんですけど、多分ねここは結構運命の分かれ目だと思ってるんですよね。そういう時に常にその 99% から抜け出すっていう意識を保ち続けれる人っていうのは、そこでやけくそになって取り返しに行かない、でその過去を振り返らないっていうことなんですよね。ああ、もったいなかったなって一瞬思いますよ。ああれ取れてたらどんなに良かっただろうって一瞬思うんだけど、そこにとにかく執着せずに水に流していくってことが大事なんですよ。もう過去なんで、それは過去を振り返らない、常に今からこの先の未来を見続けるっていう意識を持つってことですね。それが、99% と 1% の間のこの微妙な揺らぎの中に居続けるための最大のコツだと思ってるんですよ。そこのバランスを保ち続けるための、うん、でそこでねやけくそになってクソってなったら、その残りの 1% のね仕掛ける側の思うツボになってしまうし、自分がね今度は搾取される側になってしまうし、だからいかにやっぱ軌道修正をし続けて、時に思いっきりずれたとしてもですよ、自分にとっての大切なその 0.1% を掴み続けることができるかどうか、その 0.1% っていうのは自分は絶対その 99% には飲み込まれないぞって、 100% 闇に染まらない意思を持ち続けるっていうこと、染まりそうになることもある、確かにやっぱずっとやってたらね、うん、調子崩す時もあるし、まあ空回りする時もある、でもその時でも調子崩した時でも自分にとっての絶対的に大事な 0.1% を守り続ける、うん、絶対自暴自棄にならない、 99% の大衆に隷属しない、従属しないということ、うん、自分の意思を保ち続けること、その 99% から常に抜け出す意思を持ち続けることって、うん、その 0.1% を掴み続けることができれば、トレードでずっと勝ち続けることはできると思うんですよね、それは、うん、そして常に原点に立ち返る、それは長期の流れ、長期の相場の方向性に常に立ち返るっていうこと、目先の値動きに振り回されることなくね、例えばアメリカ市場だったら一回大きく下げて、戻してきましたけど、やっぱり長期目線ですよね、は上ですよね。例えば週足とか見ても、まあこれ明らかにまだまだ買いが強いじゃないですか、なった時で、やっぱ上だったなって改めてそこで自分の意識、相場に対するそのフィルターを軌道修正して視点新たに見直していくっていうこと、うん、過去のその情報とか値動きに、なるべく左右されずにまっさらな状態でまた見るっていうことですよね、うん、こういうことをちゃんと、その都度都度ね続けていけたら、まあ振り回されることはあっても、うん、またちゃんと、相場の流れをキャッチしたトレードっていうのができるようになると思います。はい、ということでね、本当に僕自身、うん、今週はすごい勉強になりましたね。はい、うん、なのでこういうねことも、まあ、ぶっちゃけ裏話みたいなところもね、さらけ出していければなと思いますんで、はい、ということで、ね、来週はまたどうなるかですね、アメリカ市場、そして日本市場、ドル円、非常に楽しみですね、どういう動きになるのか、うん、ということでまた、来週の相場の方も、何かねこう変化があったら、動画の方でまた撮って共有していきたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録とねまた高評価の方も押してもらえたら、嬉しいです。で動画の最後にメルマガ登録できますので、そっちでいかにねその大衆心理から抜け出していくのか、それを逆に読めるようになっていくのか、どうしたらね長期の流れを読めるようになっていくのか、どうしたらトレードの自分のセルフイメージ、勝てて当たり前っていう感覚を身につけていくことができるのかとか、あとは具体的なトレードのテクニカルの、な戦略、エントリーポイント、エントリータイミングの、見極め方とかまでですね、
いろいろメルマガの方ではそのゼロからね、初心者からで学べるようなことをいろいろ発信してますので、ぜひそっち読んでですね、参考にしてもらって、最速でトレード上達ですね、スキルとメンタル両方を鍛えていってもらえたらと思います。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。